ポット付近のブラックボックス信号を検索。ブラックボックス信号検知できず、微弱なブラックボックス信号の検知には特殊なスキャナーが必要。特殊なスキャナー？レジスタンスキャンプで使用実績あり、推奨。レジスタンスリーダーからの情報入手。了解。こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら修復をお願いします。了解。こんなところにアンドロイドの遺体。ブラックボックス信号は検知できず。どうして死体が？ヨルハブ団員が自力で侵入した可能性は低い。予測。意図的に敵によって配置されている。私は